シンクレア ZX81 は、シンクレアリサーチが開発し、スコットランドでタイメックスが生産したホームコンピューターである。1981年3月、シンクレアの ZX80 の後継として、イギリスで発売されたもので、一般家庭に安価にコンピューターを提供するべく、設計されている。大成功を収め、販売終了までに150万台以上を売り上げた。 イギリス以外でも成功を収めており、特にアメリカが主衆国ではタイメックスがライセンス提供を受けて製造販売した。後にタイメックスは ZX81 を独自に改変したタイメックスシンクレール1000とタイメックスシンクレール1500をアメリカ市場で販売した。一部の国ではシンクレアの許可を得ずにクローンを製造を販売していた。 小さく単純で何よりも安価になるよう設計されており、なるべく部品点数を減らして、原価低減を図っている。表示には専用モニターではなくテレビを採用した。プログラムやデータはデータレコーダーにセーブし、そこからロードする。基板には4個の IC チップしかなく、メモリは 1KB しか搭載していない。電源スイッチや一般的なキーボードなどの稼働部品はなく、 入力手段としてはタッチセンシティブなメンブレンキーボードを使用する。シンクレアが徹底的にコストを下げるという方針で設計した結果、ZX81 は非常に機能が限られていたため、これを拡張、強化する周辺機器をサードパーティーがこぞって販売した。組み立てキットか組み立て済みの完成品の形で通信販売で売られていた。また、イギリスでは 初めて繁華街にある小売店で販売されたホームコンピュータであり WH スミスがまず販売し間もなく他の小売業者も習った。イギリスではそれまで仕事や趣味でコンピュータを扱っていた人々以外の一般大衆が初めてコンピュータに触れるきっかけとなった。シンクレアリサーチの創業者クライブ・シンクレアはこの成功で巨万の富を築きナイトに上された。 ZX81 のキーボードのクローズアップ ZX81 は1イトのメモリを内蔵しており、公式には外付けで1 6イトまで拡張できる。回路基板は1枚のみで、設計の黒いプラスチックケースに収められており、外径は奥行きが1 6 7ト、mm、ル、高さが4 0ト、mm、ルである。メモリは4118ラームチップが1個か。 2114、ラムチップが2個で構成されている。基板上には他に、日本電気製の 3.5MHz の Z80A8 ビットマイクロプロセッサ、フェランティ製の裏チップ、単純なベーシックインタプリタを搭載した8キロバイトロムチップという3個のチップしかない。総重量はわずか3 5 0ムだった。初期の拡張ラムモジュールは、 メモリチップを寄せ集めて1 5イトを搭載していた。後期バージョンでは1 6イト分のチップを搭載し、アドレス空間の先頭を1キロバイトについては使用しないようにしていた。係数つらには40キーの綿ンブレンキーボードが組み込まれていて、20種類の図形文字と54種類の反転表示文字が描かれている。ここのキーには最大5つの機能があり、 シフトキーとファンクションキーを使ったり状態に応じてそれら機能にアクセスする。例えば P のキーには文字 P、ダブルクオート文字、ベーシック言語のプリントコマンドとタブコマンドが対応している。キー配列は標準のクアーティ配列だがアルファベット以外のキーは現代の目から見ればあまり馴染みがないものもある。例えばデリートキーの代わりにラブとキーがあり、 リターンやエンターの代わりにニューラインキーがある。キーボードの機構は非常に単純で圧力パッド型のスイッチ40個と8個のダイオードで85の格子状に配線されている。主たる入出力はケース左端にある4つのソケットで提供されている。内蔵 RF モジュレータ経由で UHF のテレビ受像機に接続し、モノクロで表示する。 24行32文字を表示でき、図形文字で1文字を2ピクセルとして6448ピクセルのグラフィックスモードを提供でき、ベーシックでプロットコマンドやアンプラットコマンドを使って描画可能である。3.5mm ジャックを2つ、イヤーソケットとマイクソケットに接続し、カセットレコーダーを ZX81 に接続すると250棒でデータのセーブ、 ロードが可能となる。ZX81 本体内にはデータを永続的に記録する手段がなく、カセットテープが唯一の記憶媒体だった。電源は4 2 0 m a、ah、アで 7V から 11V の直流で、シンクレア製のー v a c アダプタが付属していた。ZX81 のマニュアルでは、裏チップをシステムのドックスバーディと表現しており、 通常なら複数の集積回路で構成する以下のような機能を担当している。内蔵 RF モジュレータは操作線六百二十五本のテレビ向けの UHF 信号を出力する。仕込む方式のフランスでは若干修正したバージョンを必要とした。NTSC の北米では裏チップと RF モジュレータを違うものにする必要があり操作線五百二十五本のテレビ向けの VHF 信号を出力した。ZX81 とそれ以前の ZX82 は表示出力の処理方法に重大な欠点があった。どちらもフルスピードで動作しつつ、同時表示を維持できるほど十分な処理能力を持っていなかった。そのため ZX80 では CPU が計算を実行中は画面に何も表示されなくなり、キーウォーカなどに対応した。 割り込み処理をする間も同様なので、画面にちらつきが発生する。ZX81 の左側面と後面。エッジコネクタ、3つの入出力ソケット QVDC、電源ソケットがある。ZX81 ではより洗練された方式を採用し、スローモードとファストモードという2つのモードを用意した。スローモードあるいはコンピュートディスプレイモードでは、 表示の位置を優先し、プログラムの実行を約4分の1の時間だけ行う。そのため、処理性能が約4分の1になるが、実際のスロー、モードとファストモードの性能差は実行中の、計算内容に依存する。ファストモードでは CPU が、プログラム実行中は、画面表示を諦めるので、ZX80 と同様の動作となる。また、カセットレコーダーとのセーブ。 ロードを実行中、画面にジグザグに動く縞模様が現れるという奇妙な特徴がある。これは、裏チップの一つのピンを、ビデオ信号にもカセットレコーダー向け音声信号にも使っているためである。また、データ転送の防冷等を一定に保つ必要がある。ため、セーブ、ロード中は画面表示を保持できない。メモリを拡張していない場合、1キロバイトという、 制約の中でプログラミングしなければならない。画面全体に表示するだけで最大768バイト、システム変数に125バイトを要し、プログラムと入力バッファとスタックを残りのメモリ内に収める必要がある。それにもかかわらず、1キロバイトの制約内で巧妙なプログラムを書くプログラマが多数存在した。例えば、デビットホームの 1KZX チェスは、 地図の複雑なルールをわずか672バイトに凝縮し、未拡張の ZX81 でチェスを実行することに成功している。メモリを節約するために、ベーシックのコマンドは1バイトのトークンに変換され、ASCII とは異なる独自文字セットの文字として格納される。メモリを節約するため、表示内容を保持する手法が独特である。 画面上の全位置に対応したバイトが存在するのではなく、例えばある行が途中までしか文字が書かれていないときは残りの部分は省略され次の行の内容が書かれた。そのためなるべく表示を左上にまとめるようにプログラムを書くのが当たり前となっていた。メモリを他に使うと表示が途中で途切れることもあった。後面にあるエッジコネクタは 主回路基盤の拡張インターフェースである。アドレス、制御、データの線があり、外部機器との通信に使用できる。愛好家やサードパーティーは様々なアドオンの開発にこのインターフェースを利用した。次の表は、ZX81 と当時の他の競合していたコンピュータの機能を比較したものである。定価は1982年12月時点のものである。 薄型電卓、シンクレールエグゼクティブ、クライブシンクレアは1962年、最初の会社、シンクレールレイディオニックスを創業。主にホビースト向けの様々な安価なエレクトロニクス製品を製造販売した。例えば、アンプ、ラジオ、回路系などを、オーディオやエレクトロニクスのホビースト向けに、組み立てキットの形で販売した。1972年、 薄型電卓、シンクレールエグゼクティブを投入し、新たな市場に参入。これが多いにあたり、同社は様々な電卓を発売。1975年にはヨーロッパ最大の電卓企業となった。1970年代後半になると、日本から液晶ディスプレイを使った新世代の電卓が流入し、LED を使っていて、 消費電力が相対的に大きく機能も貧弱だったため、同社は財政的に苦境に陥った。ポケットテレビとデジタル腕時計を開発したが、大失敗に終わった。1975から76年には35万ポンドの赤字となり、破産寸前となった。1977年7月、イギリス国家企業庁が財政支援を行い、73%の株式を 取得して事実上国営化した。クライブ・シンクレアとネブは会社経営方針で対立を抱えていた。デイディオニックスはホームコンピュータの開発プロジェクトを始めていたが、ネブは唯一利益を上げていた危機事業への集中を求めていた。シンクレアはコンシューマーエレクトロニクスには未来はないとして、その方針に大反対した。他にも論争を起こしたため、 シンクレアは1979年7月にレイディオニックスから離れることになった。ネブとやり合っている頃、クライブ・シンクレアは1973年に設立しておいた自由にできる企業エイブルズ・ディール、リミテッドを救難ボートとして使うことにし、後に同社をサイエンス・オブ・ケンブリッジと解消した。そこでネブから干渉されずに独自のプロジェクトを進めた。 後に成功を収めたにもかかわらず、シンクレアは、後々までコンピュータを単なる手段と見ていた。1985年4月、サンデータイムズ紙に掲載された記事で、他のビジネスに出資するために、コンピュータに関与しただけだったと述べ、大失敗に終わった、ポケットテレビ TV80 や、電気自動車 C5 が主眼だったとしている。プラクティカルコンピューティング誌のインタビューで、 シンクレアは次のように述べている。コンピュータが良い市場で、設計が面白いので私はコンピュータを作っている。コンピュータには需要があり、害がないから、それを製造、販売して、金銭を得ることは悪いことではないが、コンピュータが世界を救うとは思わない。サイエンスオブケンブリッジ MK14 シンクレアの最初のコンピュータ。組み立てキットとして販売し、購入者が組み立てた。 1970年代後半、アップルなどのアメリカ企業が単純なホームコンピュータのキットを製造し始めていた。イギリスの電子工作ホビーストもこれに関心を持っていたが、アメリカの製品は高価なため実際に購入するのは稀だった。市場には完成品のパーソナルコンピュータもハイエンド製品として登場していたが、こちらはさらに高価だった。 例えば、オリベッティの製品は2000ポンド、1979年のコモドール PET は700ポンドで、市場にはホビースト向けのローエンド製品が存在しなかった。シンクレアはこれを商売の機会と捉え、ローエンド製品を投入することにした。シンクレアの最初のホームコンピュータは、組み立てキットの MK14 で1978年6月に発売した。 これが大量生産された製品となるまでには長い道のりがあった。MK はマイクロコンピュータキットの略で当初からホビースト向けにホビーストによって開発された製品であることを示している。出力は LED のセブンセグメントディスプレイだけである。ケースはなく、むき出しの回路基板だけであり、メモリも256バイトしかなく、高級的な記録装置もない。 入力は20キーの16進法キーボードを使用する。非常に機能が貧弱だが、1万から1万5千台を売り上げており、例えば1978年、市場がより大きいアメリカでずっと高価なアップル2は9千台しか売れていない。この成功により、クライブ・シンクレアは未開拓の低価格コンピュータ市場で利益を上げられると確信した。シンクレアは、 MK14 に続いて ZX80 を当時世界最小で最も安いコンピュータとして開発し1980年1月に99.95ポンドで発売した。会社は発売前の市場調査を全く行わなかったがクライブ・シンクレアは一般大衆が十分な興味を持ってくれるだろうと予感していたという。実際、 組み立てセット10万台の予約が入り、当初から大量生産が可能となった。シンクレール ZX80ZX81 の一つ前の製品で、設計上の多くの特徴が共通している。ZX80 の設計は多くの点で ZX81 に受け継がれている。シンクレア自身は後に、 ZX80 は ZX81 に向けての重要な踏み石だったと述べている。設計は価格を最重要ポイントとしてなされた。100ポンド以下に価格設定しても十分な利益が得られることを目標としている。特徴的な白いくさび型のケースに回路を収め、メンブレンキーボードを装備したデザインはシンクレアが雇った若い工業デザイナーリック・リッキンソンが生み出した。 リッキンソンは後にシンクレアのやり方についてすべてがコスト最優先だった。そのデザインはマシンの顔だったと述べている。その簡略なキーボードはシンクレアのコスト削減の結果である。タイプライター型のキーボードよりずっと単純で安価だがタイピングの感覚や使いやすさの面では問題が多い。中身はさらに ZX81 と似ている。 どちらも Z80A マイクロプロセッサーを採用し、1KB の RAM しか搭載していない。ベーシックインタプリタを内蔵した ROM チップを搭載し、テレビ受像機をディスプレイとして使える。また、通常のカセットレコーダーをデータ記録に使用する。両者の最大の違いは、内部のソフトウェアである。ZX81 がリリースされると、 z x 8二 z x 8 1のロムを搭載するだけでアップグレード可能であることが判明した。ZX80 は成功を収め、発売9ヶ月で2万台を売り上げた。サイエンスオブケンブリッジは1980年末まで月産9000台のペースで ZX80 を生産し、18ヶ月で10万台を売り上げた。z x 八十の成功により、 後継機種を出さないわけにはいかなくなった。シンクレアは1980年11月、社名をシンクレアコンピューターズとして中心事業を明確化し、1981年3月にはシンクレアリサーチに解消した。ZX81 誕生には英国放送協会は1982年に放送開始を予定していた番組の計画が関わっている。 それは、コンピュータとプログラミングの普及を目的とした番組だった。BBC は、番組と連携した教材となる、ホームコンピュータを、既存企業に製造委託することにした。シンクレアはこれを1980年12月に、聞きつけ、ZX80 の新たなバージョン ZX81 を1981年春に発表する予定である、ことを BBC に知らせた。 ZX81 は ZX80 の問題をいくつか解決し、より安価でより進んだものになるとしていた。シンクレアは ZX81 が BBC の候補となることを望んでおり、そのために働きかけを行った。彼は ZX80 がすでに4万人のユーザーを獲得していると指摘し、番組が始まる頃には、 ZX81 のユーザーは10万人に達しているだろうと主張した。なお、この主張は少なく見積もりすぎており、実際にはその頃のユーザーの数は40万人以上に達していた。1981年1月、ZX81 のプロトタイプが BBC の代表者に対して披露された。一方ライバルの英語音コンピュータは、 エイコーンアトムをベースにしたプロトンというコンピュータを提案していたが、その時点ではプロトタイプも存在しなかった。結局エイコーンが契約を勝ち取り、BBC ミクロはエイコーンから1982年1月に発売された。番組プロデューサーポール・クレヴィシェックは1982年3月のユアコンピューター誌のインタビューで次のように説明している。 シンクレアのような非常に貧弱なものを BBC が売ることには私は否定的だった。シンクレアのマシンは拡張できず基本的に使い捨てのように消費される製品だ。プログラミングの学習が主眼だが私はベーシックでのプログラムを学ぶことだけでコンピュータの未来が明けるとは信じられない。シンクレアは BBC の決定を辛辣に批判した。エイコーンが b b g の契約を勝ち取った直後、イギリス政府は学校で購入する際に半額を補助する推奨コンピュータの一覧を発行。シンクレアのコンピュータはその一覧に掲載されなかった。これに対してシンクレアは学校向けに ZX81 を半額で提供するキャンペーンを展開し、1 6イトの拡張ラムモジュール付きで60ポンドプリンターも半額で付けて、 総額90ポンドで販売した。政府の推奨システムは最低でも130ポンドであり、シンクレアのキャンペーンで2300台が学校に売れた。ZX81 のマザーボード、イシューワンバージョン。左にあるチップがフェランティセウラ、中央にあるのが NEC 製ミ PD780C-1。左端に RF、モジュレータがある。 下端右にあるリボンケーブルでキーボードと接続する。ZX81 は ZX80 発売前から開発が始まっていた。シンクレアのチーフエンジニアであるジム・ウェストウッドは ZX80 の部品点数を減らしコスト削減する仕事を指示された。また、ZX80 で指摘されている問題点の改善にも努めた。ウェストウッドらは ZX80 で使用している18個の IC を一つの裏にまとめることで大幅にコストダウンできると結論した。裏はゲートアレイとも呼ばれ、回路素子はあらかじめ決まった配置でベハ状に形成されており、顧客の指定した回路を金属配線層で構築することでコストダウンを図るものである。フェランティはウェストウッドの設計を新たな技術革新として歓迎し、 その新チップの製造を受け負った。ZX81 は4チップだけで構成されており、例えば TRS-80 は44個のチップで構成されていた。裏上の論理ゲートは70%しか使われない予定だったが、シンクレアは全論理ゲートを使用して、裏を最大限に活かすと決定した。しかし、このために動作中の裏が異常に発熱する結果と、 なった ZX81 を冷やすためにケースの上に冷えたミルクを乗せたという言い伝えもある。ZX81 のロムは ZX80 の倍の 8KB となった。これにより安心ミニマルベーシックをより完全に実装可能となった。これをシンクレールベーシックと呼んだ。クライブシンクレアは ZX80 の ロムソフトウェアを開発したナインタイルズという企業に ZX81 用のロムの中身の開発を依頼した。コーディングしたのは同社オーナーのジョン・グラントと1980年1月に入社したスティープビッカーズである。グラントが ZX81 のハードウェアを駆動する部分を担当し、ビッカーズが新しいベーシックとマニュアルを担当した。 シンクレアからの指示は大雑把だったが、ZX80 の使用問題点への対象を題、一都市、プログラミングと計算に実用的に使えることを課題とした。ビッカーズは後に次のように述べている。クライブに関して言えば、マシンに何ができるのかという問題ではなく、彼が設定した予算内でどれだけのものを詰め込めるかという問題だった。最も強く指示されたのは、 ZX80 の数学パッケージを ZX81 で改善せよという定員だった。振動部は ZX80 にはなかった不動小数点演算機能を搭載し三角関数なども実装した。ZX80 では清水しか扱えなかった。グラントが導入した新機能としてベーシックコードの文法チェッカーがある。当時、 ベーシックプログラムは実行してみないとエラーになるかどうかわからなかったが、ZX81 ではプログラム入力時に文法をチェックしてエラーを表示できた。ビッカーズは平方根の計算を間違えるというバグを作り込んでしまった。0.25の平方根を計算すると1.3591409という間違った値が出力されるバグである。これは ZX プリンター用のコードをロムに統合した際に生じたバグだった。後に修正されたが、バグの存在が論争を呼び、シンクレアは一部の初期出荷版 ZX81 のロムを交換することになった。ビッカーズの執筆したマニュアルは好評で、1983年にはベーシックの古典的教科書の一つと言われるようになった。 z x 八十一の外観のデザインは依然と同様、リック・リッキンソンが行い、ZX80 の設計ケースをアップデートしたものを生み出した。今回は射出成形が使えるようになり、より高品質なケースが製造可能となった。当初、リッキンソンは z x 八十一の後ろに、呪つなぎに周辺機器を接続して拡張するという方法を描いていたが、 この方向性は取りやめになった。デザインには全部で6ヶ月かかった。ZX81 のデザイン用に、リック・リッキンソンが描いた絵の一つ。後ろに、各種周辺機器を、呪術なぎにする手法の一部としてデザインされている。ZX81 は1981年3月5日、完成品と、組み立てキットの2つのバージョンで発売された。どちらもタイクスが、 スコットランドのダンディの工場で生産した。タイメックスは機械式腕時計で知られた製造業者だが、エレクトロニクス製品の製造経験がなく、製造を受け負わせる業者としては、最良の選択ではなかった。腕時計市場にデジタル時計とクォーツ時計が登場し、機械式時計を主力としていたタイメックスは、利益がほとんどゼロという苦境に立たされ、 1980年代の初めに経営危機に陥っていた。タイメックスのフレッド・ウルセンはこの流れを読み、新たな事業分野への進出が必要だと判断した。タイメックスのこの方針転換はシンクレアにとって理想的なタイミングだった。ZX80 は予想より大量に売れ、シンクレアの既存の生産委託先だった。小さな会社では需要に応えるだけの生産能力が、 なかったタイメックスは1980年後半から ZX80 の生産を引き継いだ。これはシンクレアとタイメックス双方にとってうまくいき、タイメックスは ZX81 の生産も受け負うことになり、ダンディ工場の主な収入源となった。シンクレアは当初月産1万台を予定していたが、発売後1年以内に、 月産3万台に増やすことになった。しかしタイメックスは当初、需要を満たすだけの ZX81 を生産するのに様々な問題を抱えていた。その結果、通信販売で ZX81 を注文してから配達されるまで最長を9週間かかることになった。注文後28日以内に届けるというのが当初からの約束だったが、 これを守れるようになったのは発売から5ヶ月後の1981年9月のことである。ZX80 をすでに購入していた顧客に対しては20ポンドで ZX81 のロムだけを購入し、ZX80 の回路基板にそれをハンダ付けするだけで ZX81 と同等になるという選択肢があった。ZX81 の信頼性は 議論を呼ぶ問題だった。主要販売業者の一つである WH スミスは ZX81 を3分の1ほど多く注文し故障したマシンを十分に交換できるだけの在庫を確保するという方針を採用した。アメリカでも同様の問題が報告されており出荷された ZX81 のうち正しく動作したのは3分の 一程度だったと示唆する当時の報告書もある。しかし、シンクレアの公表したデータでは、組み立てキットの返品率は13%だが、完成品の返品率はわずか2.4%だとしている。クライブ・シンクレアは信頼性問題を強く否定していた。我々のコンピュータの故障率は、世界的に見ても低く、そのために我々は品質を保つ努力を継続している。 ZX81 の生産ラインは効率化の奇跡であり、10秒に1台のペースで生産している。そして、驚異的な検査工程を通る。また、部品点数が極めて少ない。他社は40個のチップを使用しているが、我々はたったの4個である。組み立てキットの故障率が高いのは、部品の挿入やハンダ付けで間違いを犯し、回路を壊してしまったからだとされた。 ただしシンクレアはキットと完成品の両方について電源装置に問題を抱え続けていたことを認めている。より大きな問題はシンクレアのアフターサービスの欠如だった。ニューサイエンティスト氏でロビン・クラークは史上最悪のアフターサービス体制の一つと評している。フィナンシャル・タイムズ氏はクライブ・シンクレアのオフィスは返品されたコンピュータで溢れており、 修理には何ヶ月もかかると記した。返品に対して代替品を送る遅さや、新規注文への配達の遅さにより、シンクレアリサーチは、顧客サービスが貧弱だという厄介な評判を得たことを意味する。ZX81 のマーケティングは、シンクレアが長年使ってきた、マーケティングエージェンシープライマリーコンタクトが受け負った。シンクレアが、 勃興機のホームコンピュータ市場に参入することは、プライマリーコンタクトにとっても大きな挑戦だった。それは、ホビーストだけでなく、コンピュータに触ったこともない一般大衆にどうやって、この製品を売るかという問題だった。マイケルスコープ氏のデイビッド・オーライリーは、そのやり方を一途な、ユーザーフレンドリー戦略と評した。プライマリーコンタクトのクリス・フォークスは、 我々は振動でなくとも使えることを示すことで、パーソナルコンピュータを大衆市場にもたらしたと説明している。クライブシンクレアは1982年、ユアコンピューター誌のインタビューで次のように述べている。二つの大きな市場がある。ホビーストと一般大衆だ。ホビーストに売れることは絶対確実だった。我々はその市場についてよく知っているので、 彼らにとってより良い製品を提供できると知っていた。一般大衆市場についての予測は不確かだった。そこで十分安い価格でコンピュータと自習所を通信販売したら一般大衆も買うだろうと考えた。そしてもちろんそうなった。アメリカ市場についてアナリストの弁ゼ前は ZX81 があまりにも安かったので シンクレアはそれまでコンピュータを所有することを考えもしなかった人々を相手に全く新しい市場を開拓したと述べている。クライブ・シンクレアは ZX81 を当初から大量生産するにあたって一般大衆にも売れるという当てずい量が根底にあったことを認めている。一般大衆がそのようなコンピュータを欲しがるだろうということは推測に過ぎなかった。 実際そうなったし、多くの人々が熱心にマシンを使っていると聞いている。ニューサイエンティスト氏では1986年に過去を振り返って次のように記している。暗い仏教のマーケティング戦略の成功は、100ポンドの大台より安く製品を提供できると主張することで、コンピュータの概念を格下げしたことにある。その目的のため、普通のキーボードやモニター、 十分な容量のメモリ、効率的な二次記憶装置といったものを次々と剥ぎ取っていき、コンピュータの安価な模造品を作り上げた。市場イメージはそのコンピュータが実際にできることよりも重要だったが、若者たちはその新しいガジェットのために存在理由となる新たな用途としてコンピュータゲームを熱心に提供した。 アクセサリーを揃えれば、Z80 プロセッサを搭載した、このマシンを、おもちゃから非効率だが有益なマシンに変えることも、できたが、ZX81 の成功は主に、コンピュータテクノロジーについての無知に起因している。キャンペーンの中心は派手な広告だった。シンクレアリサーチは、比較的小さい企業だが、派手に広告を打つという方針を貫いてきた。誇張し、推奨し、 愛国心に訴え、推薦文を使い、見開きの目を引く絵や写真を掲載し、月ごとに違う広告を掲載し、シンクレアの通信販売に客を呼び寄せようとした。ZX81 の新発売を告げる広告が、その手法をよく表しており、英語版記事に画像がある。見開きの中央に、ZX81 とシンクレア純正の周辺機器の写真が置かれている。そして、 最大の目玉である価格が一番大きな活字で強調されている。ZX81 の利点は、見出しのスローガン、シンクレア ZX81 パーソナルコンピュータ、あなたと共に成長するシステムの中核という言葉で示されている。また、スティーブ・ビッカーズが書いたマニュアル ZX81、ベーシックプログラミングが強調されており、基本原理から、 複雑なプログラムまで網羅したベーシックプログラミングの完全なコースとある。ZX81 の教育的利点も強調されており、技術的利点もあまり専門用語を使わずに説明されている。例えば、ベーシックのコマンドをキーボードの各キーに対応させ1バイトのトークンで表してメモリを節約していることを厄介な多くのタイピングを排除と説明している。また、 イギリス製であることも強調していた。アメリカ合衆国での広告では、次のように ZX81 の意図するところを描いている。シンクレア ZX81 なら100ドル以下ですぐにパーソナルコンピューティングを始められます。お子さんがコンピュータを理解することは将来きっと役立つでしょう。そして今後仕事や家庭でコンピュータを購入する際の心構えができるでしょう。 このように広告を重視する手法はシンクレアが通信販売を主としていたためである。大々的に広告を打つことで事前にコストがかかるが、それによって手堅い商売をしているという印象を与えることにもなる。最初に大々的に広告を打つと現金が急激に流入してくるが、同時に 広告主は急増する需要に応えるだけの十分な製品を保持している必要がある。また、広告は店頭での販売への布石でもある。クライブ・シンクレアは通信販売で購入する割合は高くないが、広告を見せておけば店頭に製品が現れた時に顧客を備えさせる効果が期待できると述べている。シンクレア自身は自ら顔を出してキャンペーンの中心となり、 シンクレアリサーチは日米企業の技術力とマーケティング力に挑戦する勇敢なイギリスの挑戦者として描かれた。デイビッド・オライリーは広告をうまく使いブリトン人の血を受け継いでいるというイメージを広めることでシンクレアは業界の有名人になったと記している。大衆的メディアはこのイメージに飛びついた。クライブおじさんというペルソナを生み出したのは パーソナルコンピューターワールドのゴシップコラムニストと言われている。シンクレアは無双化の天才ともてはやされた。ザ・サン氏はダヴィンチ以来の最も偉大な発明家と評した。イアン・アダムソンとリチャード・ケネディが述べているように、シンクレアの偶像はマイクロコンピュータ開発者の範囲を超えて成長し、イギリスを技術的ユートピアへと導く先駆的研究者とみなされるようになった。 シンクレアの経歴が示している通り、価格の安さがマーケティング戦略の中心だった。ZX81 は70ポンド以下を目標に設計され、69.95ポンドと49.95ポンドで発売された。シンクレアの発行した小冊子で ZX81 と他の4つのライバル、エイコーのアトム、アップル2プラス、コマド PET、 trs-80 を比較したものがある。最も強調されているのは価格差でアップル2プラスの630ポンドが最も高く、zx81 の70ポンドが最も安い。シンクレアの比較でもアップルの方がずっと高機能とされている。シンクレア自身は価格決定に際してボストンコンサルティンググループの開発した経験曲線を適用したと述べている。 シンクレアが電卓市場での経験で得た知識として製造コストの3倍の価格で売るよりも2倍の価格で安く売った方が最終的な収益は高くなるという ZX81 を高価な新製品として市場に投入するという昔ながらの戦略もあり得たがシンクレアはその戦略を採用しなかった実際には競争相手が追いつく前に絶対的なリードを確保するため より安く売る戦略を採用した。シンクレアのマーケティング戦略の基本は、シェアを保つために、戦略的な感覚で製造コスト削減を行う、ことである。イアン・アダムソンとリチャード・ケネディはこれについて、市場でのリードを確保し、それをさらに広げることで、競争相手をうろたえさせる。多くの企業は、売上が急激に低下すると価格を下げるが、シンクレアは、売上が ピークに達するとすぐに価格を下げる。この方式の利点は、製品の販売促進が効果を発揮しているうちに、購入を迷っている潜在的顧客を捉える点で、それによって競争相手が混乱するという効果もあると記している。この戦略は大いに成功した。ZX81 の売り上げは、後継機の ZX スペクトラムが登場すると、低下した。 そこで1982年5月、ZX81 の完成品の価格を49.95ポンドに引き下げている。翌年の4月にはさらに10ポンド値下げしている。より高性能な競争相手が出てきても、ZX81 は発売から2年以上経過した1983年7月の時点で月に3万台を売り上げていた。 その頃には累計で150万台を売り上げている。組み立てキット版の ZX81、通信販売でシンクレアから購入したもの。ZX81 の販売経路は成功の重要な部分であり、イギリスでのコンピュータ販売方法の分岐点となった。もともと通信販売業者だったシンクレアだが大衆市場に製品を行き渡らせるには、 小売店での販売が欠かせない。幸運なことに WH スミスがその機械を提供してくれた。WH スミスは1970年代に停滞期に入り、企業イメージ活性化と商品範囲拡大のための手段を探していた。WH スミスは1970年代以末にはオーディオ機器やカメラや電卓を売り始めていたが、大成功というわけではなかった。 1980年、同社のマーケティング開発マネージャーであるジョン・ローランドは、コンピュータ関連の書籍や雑誌を売るコーナーの設置を思いついた。しかしその分野の多くの商品は、アメリカ合衆国からの輸入品であり、比較的高価だったために売れ行きはかんばしくなかった。ZX80 が成功しているのを知った、ローランドはシンクレアに接触し、ZX81 のプロトタイプを見て、 発売後6ヶ月間の独占販売契約に合意した。ローランドはコンピュータ書籍コーナーを充実させるために実際のコンピュータを置いて呼び水にしようと考えたと述べている。ZX81 を店頭で売ることは一種の賭けであり、当初、ローランドの同僚たちはそのやり方に懐疑的だった。仕入れ担当は店舗ごと2十から十五台が売れるぐらいだろうと考えたという。 ローランド自身は最初の5ヶ月で1万台、シンクレアの通信販売の1ヶ月分程度と考えていた。イギリス初の100ポンドを切ったホームコンピュータとして99ポンドで発売すると WH スミスにとっても大きな成功となった。コンピュータコーナーは熱心な客でごった返し、マシンの実演を行えるよう訓練した300人のスタッフは暴殺された。 フィナンシャルタイムズの特派員は WH スミスの店内に置かれた ZX81 の周りには小中学生が群がっており、当惑させられると記している。1年間で WH スミスは35万台の ZX81 を売り上げ、約1000万ポンドの利益を上げた。周辺機器、ソフトウェア、書籍、雑誌の売り上げによる利益はさらに大きい。 他の小売業者もすぐに、これに追随した。W.H. スミスの独占販売期間が終了すると、ブーツ、ジョンメンジーズ、カーリースといったチェーン店が、ZX81 を扱うようになった。海外での販売権を求める企業も多数出現し、1982年3月までに18、カ国で販売されるようになった。 アメリカでは1981年11月、149.95ドルと99.95ドルで発売。これには通信販売でイギリスから直接販売する方式を採用した。1982年1月には月に1万5000台を売り上げ、同時にアメリカンエキスプレスも数千台を売り上げている。1982年2月、 タイメックスがアメリカ国内の小売店での販売ライセンスを得て売り上げの5%をロイヤリキとしてシンクレアに支払う契約を結んだ。後にタイメックスはライセンスを得た上で ZX81 のクローンを製造販売した。ZX81 はイギリスの空港の免税店で一時期販売されていた。しかしこれは西側の最先端技術製品が 東側諸国に渡ることを防ぐ政府の輸出制限に抵触することが判明した。ソビート連邦や他の東欧諸国からの旅行客が自国の産業にテクノロジーを移転するために西欧諸国で様々な商品を入手していくことは珍しくなかった。1983年、イギリス政府は空港で ZX81 を販売することを禁止した。 中華人民共和国に対しては、そのような制限はなく、1983年11月、シンクレアリサーチは、甲州市の工場に、ZX81 のキットを輸出し、その工場で組み立てを行い、中国国内で販売する契約を結んだことを発表した。オランダでは、シンクレアの ZX81 も販売されていたが、同時に、 バングオルフセンのブランドでビオコンプと名付けて販売していた。日本では三井物産が総代理店となって輸入販売した。当初の販売価格は38,700円で当時の為替レートで換算すると83ポンド相当である。これは当時のポケットコンピュータと同価格帯でテレビモニターにつなげられるコンピュータとしては破格だった。 ZX81 は1982年7月までに通信販売で5000台を売り上げた。この反応に気を良くした三井は年間売り上げを2万台と予測し、1982年9月から大型書店などで販売を開始。しかし、日本のパソコン市場は53夜の力が圧倒的に強く、 また松下通信工業が ZX81 よりも性能が良く、最初から1 6イトのラムを搭載した JR-100 を54,800円で発売すると ZX81 の価格的優位性もなくなった。後に29,800円に値下げするも ZX81 はほとんど売れなかった。典型的な構成例。 カセットレコーダーとモノクロテレビを接続している。ZX81 のレビューは、その価格性能比の高さを強調したが、同時に技術的欠点も指摘していた。ティム・ハートネルは、ユアコンピューター誌で、ZX81 は、喜びと失望の両方だと書いている。彼は、マニュアル、表示と文字列操作などの ZX80 からの改良点を称賛し、 それまで値段が高くて手が出せなかった人にとっては最初のコンピュータとして最適だとした。しかし内蔵メモリが小さすぎ何か意味のあることをしようとすればメモリ拡張パックが必須だと指摘した。また、レビューするにあたって正しく動作するマシンを得るまでに2回交換する必要があったことを明かし非常に信頼性が低いと指摘した。ニューサイエンティスト氏のマルコム・ペルトは特に コンピュータ愛好家にとっては金額に見合う大きな技術的価値があると評したが、それ以外の人々は基本システムにすぐさまうんざりさせられそうだと書いている。また、マニュアルと付属ソフトウェアの弱点を指摘し、ハードウェア本来よりも制限をきつくし、使いにくくした設計だと批判し、エコーーやコモドールのより強力なコンピュータを買うために金を貯めた方が良いかもしれないと書いている。 ZX81 はベーシックプログラミングの学習にはある程度の価値があり、コンピュータに対する心理的障壁を低くしたという功績は認められるが、実施にコンピュータに不慣れなものがシンクレアのシステムを使ってコンピュータによる情報システムの価値や性質を理解するには品質問題など乗り越えなければならない問題が多々あると結論付けている。 パーソナルコンピューターワールド氏のデレック公演は1981年5月に休暇を取ったが、その間に同僚たちにより ZX81 のレビューが掲載された最新号が発刊された。その表紙は ZX81 とチンパンジーの写真だった。その後も同紙でシンクレアのマシンをレビューする際にはチンパンジーが登場した。レビューを書いたのは 同志スタッフのデーブテバットで色々いろいろと欠点はあるが何よりも安いと評価した。彼は ZX81 について大金を費やさずにコンピュータについて知りたい人々には最適の製品と表紙あなたがコンピュータについて初心者でそれを探求するのを楽しみたいならこのマシンはそのための安価な手段を提供する。子供たちは ZX81 を愛するだろうし、何も疑問を持たないだろう。コンピュータに詳しい人もちょっとした楽しみのために買うかもしれないと結論付けた。フィナンシャルタイムズのポール・テイラーは、ZX81 をホームコンピュータの楽しい入門に適した協力で、柔軟なコンピュータだとしたが、様々な制限があることも警告している。ソフトウェアがまだ揃っておらず、 キーボードが扱いがたく、アーケードゲームを再現するにはグラフィックスが貧弱で、内蔵メモリがあまりにも少ない。しかし、それでも、ZX81 はユニークな、イギリス製の製品で、おもちゃでもあり、パズルでもあり、学習用の道具でもあり、コンピュータが指示されたことをするだけの機械だと認識しているなら、それが、ホームコンピュータという趣味への入門として最適だと、 思うと示唆した。デイビッド・バブスキーは、ZX81 を、素晴らしく、知性的な小さなマイクロで、あなたの時間を浪費しないし、バカにされたような気にもさせないと評した。ウィッチミクロ c の ZX81 と IBM PC を比較した記事で、ZX81 のユーザーフレンドリー性と、入力時のベーシックプログラムの文法チェック機能を、称賛し、 初心者ならすべてのマイクロコンピュータに搭載してほしいと思う機能だとした。純正周辺機器を接続した ZX81。ぐらつきやすいことで有名な1 6イトラムパックと ZX プリンター ZX81 の成功により、すぐさま愛好家たちが様々な周辺機器やソフトウェアを生み出し始めた。クライブシンクレアはその様子を楽しみ、喜んだが、 その需要を満たす努力はほとんどせず、見入りの良い市場をサードパーティーの供給業者に事実上明け渡し、多くの潜在的収益を逃した。例えば、WH スミスは ZX81 の特殊性を利用して収益を上げている。ZX81 に接続するカセットレコーダーとしては、音楽用の高音質なシステムよりもモノラルの音質の悪いものの方が、 信頼性が高かった。そこで WH スミスは極東から安価なカセットレコーダーを大量に仕入れ WH スミスのロゴを貼ってデータレコーダーとして販売した。18ヶ月で10万台以上を売り上げたという。専用のプリンターはスパークプリンターと呼ばれる。シンクレアがリリースした公式な周辺機器は2つしかない。16キロバイトのラムパックと ZX プリンターである。どちらも ZX81 の後面にあるエッジコネクタに接続する。どちらも当初49.95ドルで発売されたが、問題を抱えていた。ラムパックは重心が上にあり、しかも下部のエッジコネクタでのみ支えられていた。そのためぐらつきやすく、コネクタから外れてメモリ内容を失ってしまうということがよくあった。そこでユーザーは、 チューインガムや両面テープや壁紙用接着剤などで問題に対処した。ZX プリンターは小さな放電破壊プリンターでプリンター付け電卓などで使われた方式のものである。単色印字で専用紙が必要。関熱式プリンターとは異なり、アルミニウムで覆われた紙の上でスパークを発生させて印字する。印字時のオゾン州が特徴。印字直後は問題ないが、 時間が経つと印字が読み取りにくくなる。ZX81 の欠点に対処する周辺機器やシンクレアが取り組まなかった多くの機能を提供する周辺機器が登場した。タイプライタ風のしっかりしたキーボード最大6 4イトまでのぐらつきのないラムパック、より高度なプリンター、サウンドジェネレータなどである。さらにはハードディスク用インターフェースも登場し、 クライブ・シンクレアは本来の美を全く損ないすぎると評した。様々なソフトウェアもリリースされた。ZX81 の発売からわずか1年で約200の企業が創業し、シンクレア互換のハードウェアの製造販売を開始した。そのような企業を立ち上げたのはコンピュータの専門家ではなく、フィナンシャルタイムズによれば学校教師、公務員、 電気技師などが空き時間を利用して小規模に製造していたという。ZX81 の爆発的人気を示す例として1982年1月公務員のマイク・ジョンストンが組織してウェストミンスター・セントラルホールで開催された ZX マイケロフェアがある。最大収容人数650人のホール内で70人が出展者としてブースを設置し、 来客数としては数百人を予定していた。しかし実際には1万2000人を超える人々が集まり群衆を整理するために警察が呼ばれる事態となった。多くはこのイベントのために地方から出てきた人々で数千人がホール前で行列を作り最高3時間待たされた。出展者はこのイベントで数千ポンド分のソフトウェアやハードウェアを売りさばいた。 ZX81 購入者はキーボードをサードパーティー製のものに置換することが多かった。数千の ZX81 用プログラムが発売された。印刷されたソースリストの形だったり、カセットテープからロードする形のアプリケーション製品だったり、様々である。ZX81 用プログラムのリストを掲載したコンピュータ雑誌が多数存在した。 例えば、シンクレールプログラムスは、そのようなリストだけを集めた雑誌である。誰でも、自宅でゲームやアプリケーションを作り、広告を出し、テープにダビングして売ることができた。中には、ソフトウェアハウスを創業し、プログラマのチームを雇い、ZX81 などのコンピュータ向けにプログラムを開発した者も,もいる。既存の企業の中にも便乗した会社がある。サインは、 シンクレアと密接に連携し、フライトシミュレートなど、ZX81 用プログラムをいくつも開発した。ICL は3ヶ月で、ZX81 用プログラムを格納したカセットテープを10万本売り上げた。サインは ZX81 で成功し、そのことが同社の将来に大きな影響を及ぼすことになった。ZX81 用データベース部ファイルを、 開発したことがきっかけで、携帯情報端末の開発に注力するようになり、1984年には、サインウオーガナイザーを発売した。一部の ZX81 用ゲームは、後に、カラー表示とサウンド機能が強化された、ZX スペクトラムにも改良されて移植された。表示機能な、貧弱な、 ZX81 でも冒険的なプログラマたちはゲームを開発した。有名なゲームとしてサンディモンスターメイズがある。一人称視点のゲームで迷宮の中をティラノサウルスに追われて逃げるゲームである。ベーシックと機械語を組み合わせて書かれており、ホームコンピュータ用の世界初の 3D ゲームと言われることもある。シンクレア製コンピュータの人気にあやかった奇妙な ソフトウェア製品が音楽会社から発売されている。1983年 EMI はクリスシビのシングルの B 面に ZX81 用プログラムを収めた。アイランドレコードはバズコックスのピート・シェディのアルバム XL1 に ZX スペクトラム用プログラムを同梱した。タイマックスシンクレール1000ライセンス提供を受けて、 タイメックスがアメリカ市場に1982年から1983年にかけて投入した派生品。当初は大人気となったが、間もなく売り上げが急降下した。ブラジルで作られた海賊版 ZX81 クローンシンクレアとタイメックスのライセンス契約により、タイメックスは3機種のクローンまたは派生品をアメリカ市場向けに開発した。 ZX81 の派生品である Timex シンクレール1000と Timex シンクレール 1500ZX スペクトラムの派生品である Timex シンクレール2068である TS1000 は1982年7月に発売され注目を集めた当日 Timex には5000件の問い合わせの電話があり1週間で5万件になった 基本的には、ZX81 と同じだが、1KB のメモリを余分に内蔵しており、トータルで 2KB を内蔵している。発売から5ヶ月で55万台を売り上げ、シンクレアは、ロイヤリティだけで120万ドルを得ることになった。タイムスは、ZX81 の2機種木の派生品 TS1500 を開発し、1983年8月に発売した。 メンブレンキーボードをやめ、ZX スペクトラムに似たケースを採用し、16KB のメモリを内蔵している。ZX81 とスペクトラムのギャップを埋める機種である。しかしライバルが増えたことと、タイク X が TS1000 でマーケティングに失敗したことに起因し、TS1500 は失敗に終わった。TS1000 は当初大いに成功したが、拡張ラムパックをに。 三ヶ月後まで発売できなかった。TS1000 を購入した顧客は家に帰って電源を入れてみてメモリが小さすぎて何もできないことに気づいたという。加えて消費者の姿勢はアメリカとイギリスで大きく異なっていた。クライブ・シンクレアはインフォマティクス市1981年6月号で我々の競争相手は顧客がプログラミングを学びたがっていないと思っているようだ。 我々は彼らがそのことと価格のせいで失敗すると思っていると述べている。タイメックスも同様の考え方だったがアメリカでは違っていたということになる。またテキサスインスツルメンツの TI-99、4A とコモドールのビッグ -20 が100ドルを切るレベルまで値下げし TS1000 の価格面の利点も帳消しとなった。アップル、あたり、コモドール、 T.I. といった競合他社はビジネスにも娯楽にも使えるマシンとして販売促進しており、実用的アプリケーションや微礼なグラフィックスやサウンドを売りとしていた。T.S.1000 の目新しさが帳消しとなり、プログラミングガイドが安価に出版されるようになると、アメリカの一般大衆はこのマシンでプログラミングを学ぼうとは思わなくなった。アメリカでは小売店に大量の在庫が残った。 この経験から小売店はタイメックス製品の在庫を抱えることを渋るようになり大手チェーン店はタイメックス製品を完全に扱わなくなったアメリカやイギリス以外のいくつかの国では ZX81 の海賊版が製造されたブラジルではマイケロディジトルエリトロニカの TK シリーズやプリロジカの CP-200 があるアルゼンチンでは ザーウィニーエリトロニカが CZ1000 と CZ1500 を製造した。香港ではラムダエレクトロニクスがラムダ3000を製造し、それ自体がさらに他社にコピーされるという事態になっている。韓国では金星電子がファミコムマイナス30として製造販売した。全部が ZX81 をそのままコピーしたわけではなく、 CP-200 などは搭載メモリを増やし、キーボードも大きくなっている。多くはメンブレンキーボードではなくチクレットキーボードを採用している。イタリアのテラブが発売した c h r o m e 8 0 1トルコリラは、ZX80 または ZX81 をエミュレートでき、ジャンパの設定で変更可能になっていた。ZX81 の直接の影響としては、 シンクレアリサーチとクライブ・シンクレアに富をもたらしたことが挙げられる。同社は1980から81年には売上高460万ポンド、税引き前、利益81万8000ポンドだったものが、1982から81年には売上高2717万ポンド、税引き前、利益855万ポンドとなった。 クライブ・シンクレアはイギリスで最も有名な実業家で億万長者の一人となり、1万3000ポンドの給料の他に100万ポンドのボーナスを得ている。また、女王の誕生日にナイトに上され、1983年にはヤングビジネスマン・オブ・ザ・イヤーを受賞した。ZX81 はイギリスの社会にも広くかつ長期にわたる影響を及ぼした。クライブ・シンクレアによれば、 ZX81 の購入層は、適度に幅広く、オブザーバー誌やサンデータイムズ誌の読者からザサン誌の読者までに及んでいる。中心となる年齢層は30代だった。1982年3月のフィナンシャルタイムズによれば、購入目的の第一位は教育で、大人と子供の両方を含むが、一般に子供の方が素早くプログラミングを身につけた。 イアン・アダムソンとリチャード・ケネディは、ZX81 の人気は、普通の社会的な流行とは、微妙に異なるとしている。最大のユーザーは10代から20代前半だったが、それより、年上のユーザーも多く、子供のために買った、ZX81 に、親が夢中になったというケースが多い。否定的側面を言えば、ZX81 のブームはほとんど、 男だけのものだった。ZX81 の重要な影響の一つは、たくさんの人々を初めてプログラミングしてみようという気にさせたことである。これにより、イギリスには他の国にはない独特のコンピュータ文化が生まれ、その後プロのプログラマーが多数生まれることになった。ウィリアム・ギブスンの2003年の小説、パターンレコグニションでは、ZX81 が登場する。 古い ZX81 を彫刻媒体として使っているアーティストが登場し、ZX81 がイギリスの文化や知性に与えた影響を語る場面がある。アメリカのテレビドラママイコン大作戦に ZX81 が登場した回がある。テレビの視聴率調査端末に不正なシステムが組み込まれた事件を、 ZX81 を活用して解決するという内容だが犯人の名前がシンクレアだったり主人公の少年が ZX81 の性能を酷評したり表示画面が別物のパソコンだったりとあまり良い扱いではなかった ZX81 で初めてコンピュータに触れた有名人としてはペリー・プラチットやエドワード・デボノがいるまた ZX81 が きっかけでゲームクリエイターとなった人々としては、チャールズ・セシル、ラファエル・チェッコ、ピート・クック、デイビッド・ペリー、リアンナ・プラチェット、ジョン・リトマンがいる。ZX81 が発売されてから30周年となった2011年時点でも、ドイツ語と英語のフォーラムが活発に運営されている。また、新たなハードウェアやソフトウェアの開発も続いている。例えば次のような例がある。 ありがとうございます。